こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。プレゼントが届いています。今回はプロモーションですね。スノーフェアリーガチャっていうのもありますね。イベント開催中です。電動はここで見てみましょう。というのは、そうそう、プレミアカップの出来ってあったと思うんですよね。2回戦までか。イベント開催中です。502キロですね。イベント開催中です。イベント開催中です。パートナー調教ですね。イベント開催中です。いい感じですね。いい感じですね。イベント開催中です。さあ、気がつけばジャパンカップです。ちょっと事務所に行きたいです。イベント開催中です。早くもラッキーバヌシ。クエストを達成しました。イベント開催中です。気合十分ですね。大根ということなんですが、いい感じですね。クエストを達成しました。開催中です。
ね。何かご用でしょうか。さあ来週香港ですね。香港に出しましょう。イベント開催中です。香港バーズ行きましょう。日本からはシックスセンスが登場ですね。何かご用でしょうか。ちょっと重いみたいですが、スノーフェアリー驚異の背足で日本中を進化させた名馬のガチャが行われます。一番人気です。 1.7 倍、一番人気。前走 1.2 倍だったんでちょっと落ちてますね。まあ、とはいえ、印はグリグリです。さあ10番です。なかなか、まあ、まずまずをスタートですね。最高峰まで下がります。9番オーサン、そのうちからはサターン、それからもう1頭1番リーフスケープ、4番ベストギフト、ノースダンサー、ちょっと離されましてウェスターナー、そのうちにスイートストリーム、外を通りまして11番シックスセンス、チェリーミックス、5番ウィラボード。さあ楽に逃げてる感じしますよ。一番後ろにパタノタルコライス、流れるようにレースが展開されています。先頭行くリーフスケイト、1馬身リード、これを追って2番サターンであります。外から1頭オーサン、そして4番手に4番ベストギフト、3番ロースダンサー、ほとんど馬体が合っています。第2コーナーから向こう流し、さあ第2コーナーですね。気がつけばスイートストリームがその後ろ、その外に1番シックスセンス、それから足毛の馬体200ですね。ここでその後ろ3馬身くらいあって5番ウィダボード、それから6番シャムダラ、パタノタルコライス、オレンジの帽子が馬ですね。縦長になってます。前でありますが、前リーフスケープがレースを引っ張るようになりました。さあ間もなく3コーナー、サターン、その外からはオーサン、そしてその後ろからベストギフト、ノースダンサーが並んでいます。そして6番手に8番ウェスターナー、内を通りまして7番スイートストリーム、さあそろそろ馬群が動いてくる頃かな。それから足毛の馬体チェリーミックス、大歓声が上がるシャティン競馬場、大歓声が上がるシャティン競馬場。さあまだ最高峰なのか、少しずつ上がってきたが、リーフスケープが強い。残り200切った、まだ来ない。ようやくやってきたが届きそうにないか。完全にはまられてしまいました。よく頑張りましたね。1着1番2着レースを終えた馬が戻ってきました。イベント開催中です。気合十分ですね。
ますでしょうか。何かご用でしょうか。イベント開催中です。はい、というわけで、今年末ですね、香港バーズは残念ながらですね、やっぱり最高峰にいまして追い込んだんですが届きませんでした。ちょっと後ろすぎる位置取りっていうのが気になりますよね。はい、より力をつけていく必要があるかと思います。また次回をお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。